上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す。春の日、一人ぼっちの夜。上を向いて歩こう。滲んだ星を数えて思い出す。夏の日、一人ぼっちの夜。幸せは雲の上に、幸せは空の上に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように、泣きながら歩く。一人ぼっちの夜、思い出す。秋の日、一人ぼっちの夜。悲しみは星の影に、悲しみは月の影に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように、泣きながら歩く。一人ぼっちの夜。はい、どうもこんばんはね。今夜はね、上を向いて歩こうを歌いました。2020年12月の21日月曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環として、海動画アップしてますね。今日は休みだとか早めね。ね、じゃあ。ね、まだ8人もあった。8人のとこだ。よかった。じゃあ、今日もね、YouTube でライブ配信したいと思います。今日は通りなんだよね。最後、今日通り確認してみようか。今日通りね。朝天気予報で出てたよな。もう一回確認。ね。今日通りだから、一番日が沈んでるのが長いんだよね。で、明日からまた徐々に夏至に向かって長くなるんだよね。だから一番寒い日って言われてんだよ。が沈んでんのが一番長いからね。カレンダーに書いてないか、別に。まあ今日は通りなんですよ、通り。今日は通りです。今日もね、YouTube でライブ配信したいと思います。よかった。今日本当珍しいね。今日休みだから早めね。朝、明け方ね。帰ってきましたね、午前中ね、あれ。でコメントもらった方とね、ユーザーさんと会ってきました。ありがとうね。今日も YouTube でライブ配信。もともとライブ配信だからね、もともとね、基本的にね。一番最初やったのが、キャスティ鹿理想の鹿ライブ。動画アップっていうの、鹿ライブ中心だからね、こんな風にやってます。懐かしいね。知ってる人いないだろうね、今ね。いたらもう僕と同世代だから。ね。かなりのおじさんだよな。20代だったらまず死んだよね。今日も YouTube でライブしたいと思います。自己制作。2020年。21日、月曜日、当時。冬だから冬に至るって書くもんね、この時ね、冬ね。あ、なんでだろう。もしもピアノが弾けたなら、
思いのすべてを歌にして君に伝えることだろう。雨が降るしは雨のように風吹く夜には風のように晴れた朝には晴れやかに。だけど僕にはピアノがない。君に聞かせるでもない。心はいつでも半開き、伝える言葉が残される。ああああああ残される。もしもピアノが弾けたなら、小さな明かりを一つつけ、君に聞かせることだろう。人を愛した喜びや心が通わぬ悲しみや、抑えきれない情熱や。だけど僕にはピアノがない。君と夢見ることもない。心はいつでも空回り、聞かせる夢さえ遠ざかる。ああああ遠ざかる。はい、こんばんは。今夜はね、休みなんでね、早めね。だったのはね、もしもピアノが弾けたならを歌いました。2020年12月の21日月曜日、当時の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんは。今日は休みだからはいよね。昨日ちょうどね、あれキャンプ行ってきました。無事帰ってきました。どうもね、あつこさんどうもね、むさんどうも、くんぼいさんどうもね、かやさんどうもね、今日休みだからね、早めね。じゃあもう一回、今夜、もしもピアノが弾けたなら。白雄さんですね、これね。もしもピアノが弾けたなら、思いのすべてを歌にして、君に伝えることだろう。雨が降るしは、雨のように風吹く夜には風のように、晴れた朝には晴れやかに。だけど僕にはピアノがない。君に聞かせるでもない。心はいつでも半開き、伝える言葉が残される。ああ、ああ、ああ、残される。もしもピアノが弾けたなら、小さな明かりを一つつけ、君に聞かせることだろう。人を愛した喜びや心が通わぬ悲しみや、抑えきれない情熱や。だけど僕にはピアノがない。君と見ることもない。心はいつでも空回り、聞かせる夢さえ遠ざかる。ああああ遠ざかる。
はい、こんばん、今夜はね、もしもピアノが弾けたなら歌いました。山田さんどうもね、山田さんどうもね、はい、炊きたてご飯さんどうも。じゃあ今日のお夕飯、お夜食はね、ラーメン、これまた特別に、まるちゃんの製麺ね、今夜は。まるちゃんの製麺、豚骨味。じゃあこれを食べようか。これはね、500で2分で、スープは丼なんだね。じゃあこれいこうか。労働しない、今日休みなんでね、昨日ちょっとね、若洲の公園に食べるって言ってたんだけど、麺ばっかりね。じゃあこれね、今日。じゃあ、作っちゃう、即席麺ね。今日はね、この特製のあらかじめ丼にスープを入れとくんだ。入れときましょうね。これで丼か。あらかじめ入れとくわけね。じゃあ、製麺です。こちら、ね。2分早いな、あれ麺ね。やっぱこの豚骨の味では麺が遅いね、これね。時間も早いや、これ。即席麺でした。即席麺ね。
あ、完成、今日の。彩りよく一味唐辛子。彩りいいね、ほら、赤いのが。彩りよく一味を振りかけて、大出来上がり。あ、彩りがいい。今夜ラーメンです。こすったらどうもね。ケンボーイさん、どうもね。で、混ぜて。じゃあ、製麺の豚骨味。キャベツも一緒に入れてね。メール釣りね。じゃあ、いただきます。あります。じゃあ、の今日の飲み物持ってこうか。ご飯はたがな、炊いてるよりも配信でないときね。じゃあ、このラーメンをつまみながら一杯。あ、どうも。なんでわかんないや。どうも、こんにちは。何年前か覚えてないや、別にね。数年前ってことで、よく覚えてません。でもね、わざわざ覚えてませんね、そういうの。今夜は安いチューハイね。ウォッカベースの安いチューハイ。札幌の。クリアドライ。ウォッカベースのやつ。と、豚骨の即席麺。豚骨味の即席麺。で、どこか。こんにちはね。パーさん、どうもね。今度行きましょうね。函館行かないわ。交通費ないから。できないや。余裕がないです、余裕が。余裕がない。はい、乾杯。本州でいっぱいだから、僕。本州でも行ったことないとかあるからね。はい、乾杯。本州出なくてもいい一生。なんか、ほんと一生本州出なくてもいい感じがする。大丈夫、なかなかね、もうこれで十分よ。まあ気分次第よ。まあ、いくつも増やしてもね。今日はね、もしもピアノが弾けたなら歌いましたよ。キャベツだけよ、今日。あ、かぎさん、どうもね。この製麺はさ、豚骨味はさ、やっぱ豚骨、麺が細くできてんだね、やっぱ。好みじゃないね。臭くないよ。こういう匂いだからね、味だからね。どうもありがとうね。本州、ずっと本州出たことないで、僕は。
面が遅いやこれ。そのこと大事な。そうめんのようだな。多くない。これ喋ってくれたからね、これ。喋ってる。結構麺入れるときに。あんま見ないよね、分かっちゃうよね。見ないね、あの銘柄はね。ラーメン、袋ラーメンよ。うん、袋ラーメンね。仕事ですよ、仕事で。一人暮らしです、ずっと一人よ。うん。うん。明日から仕事ね。うん。完全一人よ、もう。楽なもんよ。もう親死んでますんでね。うん、さよならね。うん、印刷工場よ。大丈夫、うん、いいかい。その即席麺だからこれね。そうめんの豚骨ってあんま好みじゃないんで、やっぱ麺が細い。僕の好みでは細すぎだな、これな。麺が太めが好きなんだろうかな、太めね。以上から言ったら気がない、もう細かいのはね、いろいろね。麺は普通、麺の柔らかさは普通にこんなもんと。柔らかさを表現するのって難しいよな。人に見えちゃうか。僕、人って言うとね、あれ、なんだっけ。プロ野球選手思い出したらね、いたよね、紀藤選手ってね。前に、広島だったかな。紀藤って言うと、あのプロ野球選手思い出す、僕。ね。感じはしないけどさ、紀藤の。いたよね、紀藤っていう名前のプロ野球選手。字は違うけどさ。ケンボイさんでもね、
も食べない、これでしまいよ。まずは、もうだな、もうな。あっという間だ、もう超遠いだもんな。ああ、今年もあと1週間ぐらいだな。まあ、屋台のラーメンは雰囲気だからな。決してうまいもんじゃないもんな。屋台のラーメンでさ、冬の寒いと、冬場寒いときにあったかいの食うからうまいんだよな。即席麺家で食うとうまい感じだもんね。屋台の味としては、そこがそう思うよ、屋台のラーメン。雰囲気だよね、屋台はね、あの屋台で食うね。そう、屋台のラーメン。コンビニで即席麺買って食う、家で食った方が、美味しさとしては変わらないと思うけどね。あれは雰囲気がいいのね、屋台は。キャンプで食うのと一緒でね。屋外で食うのと一緒で。屋外で食う美味しさ、ね。屋外で食うと何でもうめえからさ、屋台のラーメンもそこなんだよ。ね。山の山頂で食っても、即席麺でもさ、安い即席麺でもうまいもんね。山の山頂で食えばさ、250円ぐらいの即席麺でもうまい。それと一緒ね。それは昼ぐらいなんか食べたでしょ、昼ぐらい。この時間だもんね。でもね、おでんはね、ローソンストアのさ、100円おでんをさ、適当に見繕って買うと手頃でいいよね、あれね。100円のさ、水と入ったセットの買って、卵3つのと大根のとで、あとちくわぶ買っても、それにしてもうまいよね、あれね。400円ぐらいか。そのとあのさ、水と入ってさ、5品、あるよね、4、5品入って100円の。あれ1袋と、卵3つのと1袋と、大根煮たのとね、あれ。あれプラスちくわぶ1本あれば結構ボリュームあっていいよね。値段も400円だもんな、あれで。でも、ちくわぶよ。ちくわぶあるとやっぱボリューム出るよね、あれ。あれは小麦粉の塊だからさ。結構満腹感なんだ、あれ。他はさ、魚類系の、練り物だからさ、ほとんどね。ちくわもはんぺんもとかね、みんな。ちくわぶは小麦粉だからさ、なかなか食べ応え出るんだよね。あれないとね、おでんはつまんないよね、ちくわぶないと。飛ばされたりしたらそれでいいんですよ、その時でね。スーパーさんどうもね、こんばんは。今夜即席麺で、安い酎ハイね、ウォッカベースの、札幌の、49ですね。今日休みだからね、今日ね。休みはなるべく早くしようと思ってね。休みでもね、薪屋の方でさ、なんかしちゃうとね、遅くなっちゃうから、今日はね、なるべく早く帰ってきた。仕事休みとか関係なしにね、薪屋と焼き子は行ったり来てるからさ、ね、両方いますんで。あ、どうもね、大変だね。薪屋の部屋、あ、借りてる部屋のさ、前、家賃さんいるんだけど、ね、山とか行ってるとさ、あれ、2、3日いないからさ、大変よ、心配されちゃうんだ。どうなったのかしらってか。あれめんどくさいよね、ほんと。まあ、しょうがないんだけどね、だから。家主さんとか一言声かけて。奥多摩行ってきますって言っとかないとね。
ね、本当に人は失敗したみたいで。年末年始とかさ、3、4日になるとさ、ね、だからだいぶ、それめんどくさいんだよな、あれ。そうだよな、姉が一人で、あれだからさ、もう嫁行ってっからね。姉か、でも。今年も山から降りた。一回顔出しして。生存確認の。生存確認として毎日、一つ休みでも、毎日焼きは往復です。職場は無理、あれは関係ないんで。職場。これは、趣味なんで関係ない、それは無理よ。職場さん、家じゃないもんで、そんなことできないよ。ね。今日はこれ、ウォッカベースの安いチューハイ。130円ぐらい売ってんだよね、これ。札幌のチューハイ49ってやつ。ドライ、今日飲みました。多分やんないと思うよ、あれ。コロナの影響でさ。ニュースでもよく言ってもね、やらないとこ多いってね。楽しみでね、来年は本当ね、今日の朝のニュースでさ、ヨーロッパの方でさ、コロナの変異型が見つかったって言ってたもんね。また来年もね、いろいろありそうね。コロナが変異したやつね。ね、大変ね。そう、日本でもそうだもん、あれ。重症になんなくてもね、死んじゃう人いるみたいな、あれも変異とか言われてるよ、あれ、コロナの。以前は重症になった後、亡くなるんだけどね、最近はね、重症になる前にいきなり死んじゃうケースが出てくるって言ってるからね、多分あれも変異ではないかと言われてるんじゃない、コロナの。新しい方のコロナっていうか。大丈夫よ、どうせいつか死ぬからさ、生きてればいつか死ぬ、それ忘れないようにね、生きてる間、生存確認。いつか死ぬんだから。な。いつか死んだらみんな死んでおめでとう。これ忘れないで。死ぬことはおめでたいことなんだよ。悲しみもあるかもしれないけど、めでたさもある。それ忘れないように。死ぬことはそうよ。悲しみもある代わりにめでたい気分。気持ちもあるからね。死ぬことってそうだ、あれ。人生を全うしたっていう意味もあるから、死ぬのはさ。あ、影さん、どうもね。オリンピック楽しみ。僕の予想、このオリンピックはね、やると思います。で、どんな形はいろいろあると思うんだけど、一つ考えられるのはさ、東京オリンピック開催すると思います。でも、やり方としては考えられるの。無観客開催で、参加国は、ね、日本のみの開催で。多分、この線意外とあると思うよ。覚えておくといい。参加国全くなしで。日本のみ、開催国のみ参加。でも、オリンピック委員会は一応、オリンピックと認めるんで、オリンピックになるんです。そう、結構変わった形でやると思うんだ、意外と。これもあると思うんで。無観客開催の上に、参加国は、日本最開催国のみで。意外とこの方あるかもしれないよ。選手として外国人だったら、外国人を個人枠で、個人資格で参加する方だけあるかもしれない。国としては意外とないと思うよ。こういうオリンピックも、あれ、東京オリンピックあるかもしれないね、僕は考えてる。意外と覚えてこい。
の肩書きを覚えておくといいよ、あれ。来年東京オリンピックが開催すると思います。もちろん、国際オリンピック委員会の名のもとで。でも、参加国はゼロで、開催国のみの参加で、で、外国人選手に出るとしたら、個人参加に出る感じで。意外と、まあ、特別なオリンピック、これコロナ対策オリンピックかだけで、多分あり得ると思う、それ。国単位参加したらいろいろか、ね、大変ってことで。つまらないと思うけど、まあ、肩だけでオリンピックやるってありえそうだと思います、僕は。そのせい。予言ではないよ。可能性もあるんじゃないかと思って。予言で言うほど大それてませんで、こんな可能性もあるんじゃないかなっていう程度ね。楽しみね、本当ね。数えてないからね、シュミットさん。ごめんなさいね。こするために数えてやんないでしょ、そんなのね。入れ歯はしませんよ。クギちゃん好きよ。お年頃のクギちゃんいいよ。10代から20代のクギちゃんいいな。でも僕見ないと、テレビ見ないからね。まあ、ラジオでは聞きたいな。朝はなるべく4時から5時に起きる感じです、いつも。4時台に起きるかな、大体ね。そろそろかな。まあ、野球大だからさ、こっから年に行くとなるとね、早いほや。それなりの時間。そうね、今日は早く寝ようね。唐辛子だから、いいね、これね。もう辛みがすごいよ。お引き出しました。今日はね、最後はね、今日の最後の歌はこれいこうか。今夜はこの歌で締めましょうか。誰かが風の中で。どこかで誰かがきっと待っていてくれる。雲は焼け、道は乾き、日はいつまでも沈まない。心は昔死んだ。微笑みには
会ったこともない。昨日なんか知らない。今日は旅を一人。けれども、どこかでお前は待っていてくれる。きっとお前は風の中で待っている。どこかで誰かがきっと待っていてくれる。気は流れ、川は裂ける。痛みは生きている印だ。いくつ峠を越えた。どこにもふるさとはない。泣くやつは誰だ。この上何が欲しい。けれども、どこかでお前は待っていてくれる。きっとお前は風の中で待っている。はい、今夜の最後はね、誰かが風の中で歌いました。ではまたおやすみなさい。またね、おやすみなさいね。明日、おやすみなさい。では、また、おやすみね。また明日ね。はい、終わりましたね、またね。